いや、もう散々、お話ししてたみたいね、まあね、もう流行語大賞の、うん、はいはい、あれから随分時間が経っちゃったんで、今更ね、カーボーイで言うのも、なんですけどもね、はい、あの、サンジャポでも話しちゃったし、はい、日曜サンデーでも話しちゃったんで、はい、まあ、なんて言うんですか、うん、その、今更ね、僕が、とやかく言う問題でもないですしね、その素晴らしい言葉たちが。素晴らしい言葉たちね。50個の中にね、いて、まあ僕は本当にね、あの素晴らしい選手も、まあ、あの、要するに選び方としては、ね。いや、もういいんじゃないですか、もうだから。だったらいいんじゃないですか。感じているんですよ。で、僕は、待って、あの皆さん、カーボーイリスナーの方は、あの、まあよくお分かりだと思うんですけど、そういうね、あの僕も、あの、流行語大賞を取りたいということで、ここ数年、毎年ね、そういうことでいろんなことをやってる、まあ、半ば冗談半分というかね、まあそういうこともありますし、あの、本気で別にね、やって、そこまで傷つくことでもないですし、いやいやいや、それはもう、ヤクさんのお仕事素晴らしいですし、世界一の漫画家だと思います、ね。世界一漫画家まで言い過ぎかもわかんないけどもね、確かにね。あの、そういう意味じゃね、いや、いいじゃないですか。ノーベル賞取る人だと思ってますけど、ノーベル賞はどうだろうね、まあ、あの、本当にそういう意味ではね、僕は、あの、ヤクさんを尊敬してます。あの、でも、本当にね、なんで、そういうことをね、ちょっと僕は今まであえて言わなかったんですけども、はいはい、僕はあんま健康とかね、そんなの、気を使う方じゃないんですよ。はいはいはい。で、ここ、本当に1年ですね。はいはい。やっぱり、50にもなりましたしね、まあ、体力的に、別に落ちてきてることはないんですよ。うんうん、ただ、トレーニングなんかも増やしてますしね、はいはい、そういう意味ではね。はい、非常に、絶好調は絶好調なんですけれども、うん、はい、やっぱりそういう別に必要ないとは思うんですけれども、うん、テレビなんか見てると、はい、いろいろほら、サプリメントとかね。あ、いろいろやってますよね。そういうのがあって、あ、こういう50ぐらいになってくるとね、うんうんうん、まあこういうのも必要なのかななんていう人たちもいるんだろうなって、うんうん、まあ僕は違うけれども、そういうのを持ってて、こういろいろ、君はホワイトとか、君はホワイトね。あの人はお母さんのために作ったって言ってるけど、そういうことで、お母さんも染みないらしいんですよね。君江さんという人は。ね、染みがないっていう、そんなことで薬って割と作れるんだなというようなことも感じつつ、まあね。まあそういういろいろもう今氾濫してますよ。確か通販番組とかあるのもある、多いからね。で、僕はちょっとここ数年太ったんでね。ああ、ちょっとね、はい。太ったと言ってもね、もともとガリガリですから、まあ、テレビ用の衣装というのは、はいはい、まあ、全部オーダーメイドで作らせていただいてますんでね。はいはい、非常にスタイリストさんにご迷惑をおかけしたりもするんで、まあまあまあね、僕もね、そうですよ。サイズが合わなかったから。これはなんとかしなきゃなと思って、はい、まあ、燃焼系のそのサプリとかはね。ああ、そうですね。やってんですけども、はいはい。まあ、その中で、まあ、僕には必要ないなとは思うんですけども、うん、一応、ヤクさんがね、その、オルニチンですか。ああ、オルニチンで聞きますね。なんか、それをヤクさんが、うん、非常に、おすすめしてる。ああ、そうなんです。いうのあって、ヤクさんの言うことならということでね、僕は、信用して、別に僕には必要ないんですけども、毎月買ってます。買ってんだオルニチン。オルニチン買ってます。朝から元気がいいみたいなやつ、ね。まあ、ね、別にそれをね、どうこうじゃないですけれども、僕は買ってます。いやいや、そどうこうじゃないヤクさんが、おすすめしたから、買ってます。まあまあ、説得力あるってことね。説得力があるというか、説得力なかったとしても聞かなかった。ヤクさんがおすすめしたから僕は買ってますよってことを一応報告させていただきます。わかりますよね。わかりますよね。わかりますよね。だからつまり、何なんだよ。ヤクさんに、要するに。なんて言うんですか、ちょっとでも貢献したいと思って、僕は普段から、やってる生活はありますよ。それと、流行語とは別ですけども。別だったら言うんじゃねえ。僕は今まで言わなかったですけれども、一応そういうことはやってますし、ヤクさんの、進める商品を、にお金を払って、いますってことは、知っといてもらいたいなと。それちょっと記憶、頭の片隅に、とどめておいていただければ別に構わないです、僕は。どんな仕打ちをされる。仕打ちって言うの仕打ちも何もねえだろ、別によ。約飲んでるですから。約飲んでそういうことです。約飲んでるだろ、別の意味になるだろう。いや、でもそういうね、サプリメントを。どうなんですかサプリメントはそれ。いや、それはもう僕はわからないです。それはだからわからないけれども、別にそれは目的じゃないです。ヤクさんに、なんとか貢献したいっていう。それは目的は何の大田さんの。ヤクさんに貢献したい目的は何だって知り合いだし。だってそれはね、ヨシミ、ヨシミってのあるじゃないですか。ヨシミってあるんですよ。ヨシミがなくなったら、もう世の中終わりですよ。ヨシミがなくなったら世の中終わりなんだよ。わかる？いやいや、そこはね、
厳格にする必要ないんだよ。よしみがなくなったらもう人間は終わりだよ。知り合いとかでいくらでもいるじゃないですか。僕はそういう生き方をしてます。大阪さん、向こうからなんかすごいドロドロとした汚い片思いかもしれないけども、ね、一方通行かもしれないけど、ね、僕はそういう生き方をしてます。それは男としてのやっぱり、男らしいとかじゃないです。生き様ですよ。生き様ですか。よしみです。よしみということですよね。何回よしみがあるということですよね。よしみ、そういうことを言いたい。で、僕はやっぱりあの50の発表の時に何度もこれもラジオでも話しましたけど、はい、やっぱ夢を見ましたから。で、夢を見て、ね、すごいよね。あの晩、この先週の火曜日の晩にですよ。ねうん、僕は夢を見たんです。だからこの番組でこの話してね、うん、50個に入らなかったね、ちゃんと話して、でその日の夜笑い飛ばしてましたよ、僕は ね。夜寝たわけでしょ。ただ夜寝る時にオルニチンを3錠飲んで寝たんですよ。で、その時に、夢を見たんですね。で、それがやっぱりその流行語大賞50ノミネート発表になりましたっていうのを、まあこういう形で、こう、はい、用紙を見ながら、こうやってたわけです。50個あるわけですよ。ああ、なかったな、今回もって言ってたんですよ。で、まあちょっと、そういう意味じゃ残念だな、というような雰囲気でやってたら、その、用紙が下の方が1個折れてたんですね。その50の下が1個折れてた。折れてた。これ用紙1個折れてるじゃんと思って、そこを開いたら、51番目に、はい、こちら、ポンポコ障子です。51番目、はい、そう。あ51番目に入ってんじゃんって、僕はすごい喜んで、そしたらヤクさんが現れて、わかってるよ、太田くん。太田くんがいつも怒るから、ちょっとサプライズで、それ僕はだってわかるよ。よしみだ。よしみだもん。よしみの中じゃん。そこでよしみで。それで、太田くんの入れたよ、51番目に。参ったなぁ。って、ヤクさんなんだよって。まあ、いい人だなぁと思って。いや、やっぱりヤクさんってそういう人ですよね、みたいな会話をした夢を見たんですよね。なんでびっくりしちゃった俺っていう。ヤクさん、そういうな、意地悪だなぁ、ヤクさん、みたいな。そういう夢を見たってことも一応お伝えしておきたいとは思ってますけど。どんだけだよ。どんだけだよじゃないですよ。そういうこと。すごいよね。うん。ね。ね。うん。今日さ、うん、あれ見てたんですよ。朝の、一服？一服じゃねえ、ビビットだ。あ、ビビットね。ビビット、今朝見てて、で、有田、クリームシューの有田のとこに、007のね。はいはい、そう、で、吉田さんが、インタビューかなんか、行って。ああ、ビビッ、なんとかコンそうそう、それで、うん、まあ、有田もほらね、結婚独身芸人で有名だから、うん、で、最近ほんと芸人さんもね、うん、かぶりコンのね、千原ジュニアさん、うん、そして、かぶせコンの爆笑問題田中裕二さんとかいますけどって言ってたけど、うん、あそこはかぶせコンじゃないよね。あそこはポンポコ コンにしてほしいですよね。とは僕も、結構見てますけども、はいまあ割と僕らのスタッフ多いですよね、そのそうですね。はいはいはい。で、テリーさんも出てますし。まあ吉田さんも。吉田。ね。一切ポンポコこんの話をなさらないです、ね。なさらない。で、ね、それは僕は、別に何が文句あるわけではないんですけど、僕は、僕だったら、僕だったら別にそれはやりますよ。例えば、ね、うん、同じだってやっぱりグループでやってるわけですから、ね、それは僕だったらビビッととかって、他局でもやってますからね。それはやっぱり自分たちの同じスタッフっていうよしみがありますからね。ただそれは人間性の問題でしょうね。で僕はやっぱり、僕は仲間を大切にしたいと思う、あれですから、それやります。ただ、彼らのグループは、そういうのは一切、僕は、結構その流行語大賞前後は見てましたけれども、一切、そういうこともなく、なおかつ田中の結婚は、取り上げたんですよ。はいはいはい、ただ、その一連こういう発言がありました。太、ね、田さんが乱入しました。まではやるんですけど、そのポンポココンというボードを使った中には、一切なかったですか？なかったんです。で、僕はやっぱり、それはもちろんね、ご自分の仕事をやられる、ことで、まあ、報道ってそういうもんじゃない。いやいやいや。偏っちゃいけない。ただ、それは、僕はね、僕だったらそれは言うなと思う。井上アナウンサーはやっぱりね、それ言わなかったです。だけど、僕だったら、それ井上くんのことも言うだろうし、それは生き方の問題だと思いますし、よしみですよ。よしみ。よしみということがあると思うんですね。だから僕はそういう、やっぱ古い
タイプの人間ですから、やっぱりそういう生き、なんていうんですか、はい、テレビの、その、やっぱりね、そういう仲間意識っていうのはありますからね、僕の中にはね。中ではね。うん、向こうはなくていいですよ。それは、それはちゃんとした報道してもらった方がいいんですから。いいんですから、それは。じゃあ、いいか。いや、いいんですよ。だから全然、それは文句はないです。まあね、生き方は違いだ。一切してないっていうことは、お伝えしときます。それは、やっぱ視聴者の方がどう思うかですよね。うん。僕の方を批判する人もいるでしょう、当然。それは、お前、ね。私的なものを持ち込みやがってって。僕はそのリスクはちゃんと背負いますけどもね。彼らは背負うつもりはない。いやいやいや。それはそうだと思いますよ。それが賢い生き方です。で、彼らはやっぱりなんだかんだ言って TBS の社員です。いやいやいや、それは一流で、一流大学出て、一流で、ね、それはもちろんそんな、我々のようなノブ氏のようなね、出していくわけではないですけど、だからそれが、やっぱ TBS 並びにフジテレビ、あの、いろいろ各局の、その、エリートが、やっぱり、あの、打たれ弱いところだなと思いますけど、それは、あの、彼ら失敗したことがないですから、ね、人の気持ちをわからない。人の傷をわからない。人の痛みをわからない。そういうところはあると思いますよ。そういうことは通じないんだなと、人間同士の良しみというかね、そういうことは通じない人たちなんだろうと思いますし、それはそれで、やっぱりそういうのが同居してるのがテレビですから、そういう人たちが同居してるのがテレビですから、それはそれで僕はものすごくいいことだと思いますよ。それは本当に素晴らしい番組ですよ。ビビットはね、本当に素晴らしい番組ですよ。ね、テリーさんもいたですよね。いたですよ。いたですよ。いたですよ。そういうことです。うん。だから、かぶせコンとは初めて言われたんですよ、実は。まあ、大津さん、そんなことはもうどうでもいいかもしれないですけども、ね。まあ、ジュニアがかぶりコンっていうのは、ほら、わーって話題になったじゃないですか。で、その後、まあ、いろいろ、麒麟の川島が、みたいなとかいろいろあって、確かにその直後に俺も結婚したんだけど、俺の時は別に、俺のことでかぶせ婚って言われた記憶は俺はないんですよ。うん、ね。まあ、おさんが先にポンポコ婚って言ったのもあるけども。言ってましたからね。ね。そう、だから、俺は別にかぶせ婚、例えばじゃあ仮にかぶせ婚が、じゃあ流行語大賞のね、飲みされたとして、じゃあそれ俺みたいなことになるわけじゃないですか。かぶり婚がジュニアならわかるんですよ。で、かぶせ婚って俺は言われたことがなかったから、なんかそこもわがすごい違和感ですよ。個人的にはね。まあ、ポンポコ婚だ、じゃないっていうのもあるし、俺何かぶせ婚なのかっていうね。そこもありましたよ、私は。まあ、お父さんはそこは多分どうでも、どうでもいいんでしょうね。わかりますよ。それはあなたの話はどうでもいいわけだし、くだらないパン屋に行列したとか。なんかその僕は爆笑問題っていうのはね、結構社会派で、政治を切る、ね、安倍のこともバカ野郎っていう、ね、散々それで批判も受けました。ね、まあ、どっちにも行きますよ、右翼にも左翼にも。ただ、どっちも触れますよ。それはもうだって、別に怖いもんなしですから、私は。で、そういう社会派ブラック、ね、そういうことで、まあ、デビュー当時からそれでまあ散々苦労してきた、あれですよね。で、そういうイメージっていうのはあると思ってますよ。ただ、その田中の話題になった時にね、親子4人でね、その行列のできるパン屋に並びました。いやいや、だから、ね、そういう話題、それから、提供したいわけじゃないパパと呼んだのが、どうのこうの、くだらね三流ドラマじゃねえんだから、その、ね、牧歌的な話題を常に、毎週提供してくれる田中裕二。これ一体何なのかなというのは正直ありますよ。それ、爆笑問題のイメージってありますから、ね。いや、じゃ別に俺もそれそんな牧歌的なコンビではないですし、我々ね。別に牧歌的だからね。すごくね、心温まるみたいなね。ね、そういうね、飲んでからね、ちゃんと喋るのはちゃんと飲んでからどんだけ見てんだよ、見てんじゃねえよ。サンジャポでやったから見たんだよ。それで、それはね、見てんじゃねえよ。サンジャポでやったから見てんだよ。見ちゃいねえよ、別に。お前の記事を追いかけて。見ちゃいねえ。俺のお前のおかげじゃねえんだから、お前の夫婦に何の興味もないし、ファミリー感出しやがって。何がファミリーだっていう。ないことでね、温かいです。みんなで応援しましょう。みんなで応援したいですね、みたいな、その世間の雰囲気とは真逆の僕はね、テストでやってきたつもりですけれども、まあ、田中はそういうことをどん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 ね、その提供していく。提供してないっていうか、提供していくっていうか、そういうことじゃないですか。で、毒の一つもない。
ね。だからそういうようなことも、まあ今起きてますね。我々に。我々非常に危機ですよ、そういう意味で。いやいやいや、危機でもないっす。爆笑問題始まって以来の危機だと思います。始まって以来の危機じゃないですよ、うん。別にそんなことはないですよ。いや、ほんとそうです。いやいやいや、そんな別に大丈夫ですよ、もうブラックに行きますよ。大丈夫ですよ。ブラックに行きましょうよ。俺がどうかだよ。お前は何にもやんないんだから。大丈夫ですよってのは俺がどうかなんだよ。わかる？お前がどうかじゃないんだよ。お前が大丈夫ですよっていう権利はないし、俺がやるんだから、これからいろいろ方向性もない。ね、じゃあそれはお前は何にも知らない、知らないで言ってくれよ。知らない。知らないことだよ、お前は。知らない。これからどうかどうとか大丈夫かとかって。そんなことはお前は知らないんだよ。それは言っちゃダメだよ。それはだって、それは言っちゃダメだよ。それは言っちゃダメだよ。無責任だよ。無責任だよ。それは言っちゃダメだよ。お前は何言ってんだよ。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。お前はダメだよ。お前はダメだよ。ダメ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 うう大丈夫。前から言ってるけど、ツッコミで使えなくするのやめてくれっっ、ね。それは分かってほしいよ。だからね、もう二十何年生きてきてさ、やってきてさ、やってんだからさ、それはね、頼むよ。本当に。ね、そういうことだよ。